かカジュアルの中でも、カジュアルの中でも一番上のきれいめゾーンに多分いるアイテムだと思います。仕事でもね使えると思いますよ。まあ、じゃあミートもハートして OK です。ピンク、ピンク、ごめんなさい、うん、ピンク、こんな感じです。カーディガンは、カーディガンはお値段が2690円ですね。で、金曜日の朝11時59分までは2590円とお得な特別価格になっておりますよ。はなちゃんが履いてるパンツとピンバン企画は、今はなちゃんが履いてるこちらのパンツは、この後紹介するものになります。今日の新商品なので本日18時からご購入いただけます。また新作ページで確認してみてくださいね。トップス使いもできるんですね。トップス使いもできます。これはあのカーディガンでもあるし、普通にこうやって着て前を留めていただくとトップス使いにもなるし、あとはこのボタンを後ろに着てもいけるので、はい、3ウェイぐらいで着ていただけるのではと思いますよ。裏地はスウェットの中身、そうですね、裏毛になってます。これです。皆さんよく見られるのではないでしょうか、この裏毛のものは。のボタンバックコーデはもうしたか、みーちゃんが一番最初にしてくれてます。ブラックボタンを後ろにして、ショーパン合わせてあの可愛い素敵なコーデやってくれてました。お待たせしました、はい、これさっきたすきがけって言って同じトップス使ってるんですけど、うん、本当は柄の柄じゃないや、ロゴのロンティーとか合わせたかったんですけど、うん、こういうのでさピンクとか巻いてあげたらすごい差し色になるので、うん、たすきがけ使いもおすすめです。はい、いけますね。はい。トップス使いも今してます。両方2着とも同じアイテムでいけますか。はい。これ、みーちゃん、次はあの、これ、こうか。OK です。うん、最初はちょっと着替えて、うん、着替えてきてもらいますね。で、私はまたブラックに直しておこうかな。あとはね、もうだいぶ前に出てるやつだね。あ、そうですね、岡部さんのやつです、うん、はい、あ、ゆめみさんありがとうございます。銀盤みーちゃんベージュ着てくれてありがとうって子も、あ、よかったです、うん、ただあゆみさんクラブのスカートでございます。タートルスケスケ、タートルはね、そうです、スケスケというよりかはこういうシアーのものになってます。ですかな。ウェーブストライプチュールね、チュールだ、チュールトップスになっております。チュール素材、完全にこのスケスケのものになるので、ちゃんと、今はなちゃんはね、カップ、あ、大丈夫、ごめんなさい、すいません、カップ付きのキャミを着ているんですけど、もうちょっとちゃんとしたあのキャミソールを着ていただいてから着ていただくのがいいと思います。ね、丈感かわいいですよね。ボタンアップ、はい、そうそう、スナップボタンだったらこっちかな、なんかリングっぽい感じのスナップボタンになってます。ここは全部があのこのゴールド、違う、シルバーではなくてちょっとリングっぽい感じになっています。で、止める感じですね、スナップボタン、うん、
ました。はい、それでは散策お待たせしました。行きますね。はい。しかも後で上に連れてきてくださいったらちょうどみーちゃんが連れてきてくれたのでよかったです。よかったです。はい、それでは行きます。はい。ベームストライプチュールトップス品番が C の5817、はい、C の5817。みーちゃん着ているのがアイボリーでございます。はい。はい。です。続いて、はなちゃん着ているのがブラックでございます。はい、全部で2色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、2490円。はい、そしてこちらも10月22日の金曜日、はい、朝11時59分まで送料無料の特別価格です。じゃあどうぞ。はい、これはですね、あのいいちゃんじゃないよ、はなちゃんさっきすごいたくさん着てくれてたので、あのもうたくさんコーデは見ていただけたかなと思うんですけれども、あのレディのアイテムに合わせるとすごい、なんやろ、このアイテムまでも格上げしてくれる感じのコーデ、アイテムになってます。逆にこういうちょっとカジュアル系 の、 あのスウェットトップスに流行ってますね。こういうちょっとレースの中に入れてあげるみたいな、ね、コーデをしてあげると、なんかカジュアルすぎるトップスも結構女の子っぽく着てもらえたりとか、あのこれ結構鎖骨がギリ見えるかなぐらい、あの首元がゆったりしてる感じなので、それが気になる方にこんな感じでタートルインしてあげると、あのすごいまた違ったアイテムに見えるんじゃないかなっていうレベルで変わってくれる、めちゃくちゃ優秀アイテムです。首から見せるのも可愛いし、お袖をこうやってチラッと見せるのもすごい可愛いと思います。うん、なので1枚でトップスとしても、あの中着てあげたらもちろんね着れるんですけど、こんな感じでいつものトップスの中に着てあげて、あのコーデの雰囲気をガラッと変える使い方がおすすめかなと思います。はい、はい、です。みーちゃん間違いない、可愛いって言ってくれてる、よかった、うん、この合わせ可愛いですよね。そしてね、妊婦さん OK なジャケットはお家でお洗濯可能でしょうか。これやな、これはお洗濯できないです。できないです。はい、なので、もし汚れてしまったりしたら、クリーニングに出していただくといいかなと思います。はい、痒くならないですか？これね、もしかしたら肌敏感な方は、レースで、ここが、あのやっぱりポコポコは、こんな感じで、してるので、レース生地はが苦手な方はもしかしたら気になるかもしれないんですけど、私も割とね首とかここが結構すぐ赤くなるタイプなんですけど、今のところ大丈夫です、首元は。なんですが敏感肌すぎる方はもしかしたらの可能性があります。で、素材はナイロン 88%、 ポリウレタンが 12% に、はい、なっております。なっております。タートル苦手なんだけどこれ欲しいなってひろみさん、あ、ぜひぜひ、うんうん、あのここの首元自体もそんなに長くないですし、あのニットのものより内折りも外折りもしやすいんですよね、生地が薄手なので。なのであのタートル苦手な方ぜひこれでデビューしてほしいです。はい、重ね着もしやすい、うん、あね、ザラザラはしてないって、ザラザラというよりかはこの凹凸のところが若干、そう、ね、肌になんか、なんだろう、当たってんなんかももしかしたらあるかもしれません。皆チュールです、うんうんうん、チュールなので、レースとかチュールとかのザラザラ感はもちろんあります。はい、あのふわふわとかっていうような生地感ではございません。で、生地自体はね硬くないですよ、ふしゃってできちゃうぐらい柔らかいし着やすいです。はい。まなちゃんインナー何着てますかって言うんですけど、私はカップ付きのインナーを着てます。はい。です。V ネックのカーディガン。私はじゃあ次に着てこようか。これとか。これいいな。あ、まなちゃんとみーちゃんの首元の感じが違うので、私が一回用意してるからやと思います。本来伸ばすとこれぐらいまであります。が薄手なので折ってあげても全然ねここが太くならないので一回折りしてあげてます。うんうん、いいね。はい、こんな感じ。あ、かわいい。私もちょっと一瞬シャラッと上に使ってきますね、うん、やっぱりこれからの季節はタートルですね。ね、いりますよね、インナーは。うん、もうニットも今日のねこれとかもね、みーちゃん一瞬出てきてくれる？はい、
ね、ニットにもね、すごく合ってる。見てます見えちゃうよ。これ、ハンガー外した方がいいか。はい、はい、こんな感じで、こうか。ニットの下にも、もちろん丸のね、見えへんか。いや、若干アップで。うん。に着ていただいても可愛いし、今からみーちゃんは多分同色のものを着ようとしてくれてたよな。全然決めてなかったです。あ、でもこれ着てしまう。これ着ちゃう。すごい可愛いと思います。ピスタチオ系の色とみーちゃんの色が可愛いと思います。あ、ヒートテックは、ヒートテックはね、やめた方がいいなぁ。どうせやったらヒートテックとタートルを中に着てしまって、上から同じようにタートルを着るってした方が、で、もう透け感はなくなってしまうけれども、このチュールのストライプ感は多分残るので、よくよく見たら柄のついてる、生地がおしゃれなタートルトップスって感じに見えると思います。うん、ただこうなんかね、そうね、ここに中途半端にあのヒートを入れてしまうと難しい。そうですね、うん、します。はい、はい、あ、さっきのやつを着てきました。かわいい。とにかく入れる。うんうんうん、入れる入れる、はい、かわいい、はい、ね、ニットベースト可愛いですね。ね、可愛い。ひーちゃん首頑張ってる。わーってなもんな。すみません、最初から来たらよかった。すみません。はい。あ、ベージュのヒートテックならいいのでは？ベージュのヒ、私のベージュにか。でもいいよ、どうかな。なんで、でもベージュを着ていただいても。あと、あ、これ多分あれじゃん、あれじゃねって。どこの、肌色っぽく見えるように、ここ、うんうん、ベージュしたらいいのではっていう人も。でも確かに黒よりかは絶対ベージュの方がいいと思います。ただここざっくり開いてるんだったら、その境目が見えちゃう気がするので、こういう着方やったら全然そう、どっちの色の方が使いやすいかな。なんかね、こういう好きなアイテムって黒を結構おすすめしがちなんですけど、あの、なんだろう、セクシーになりすぎないからって思うんですけど、意外と肌のコントラストの色はこっちの方が気にならないので、透け感が苦手っていう方は、あの、黒やとやっぱ中の肌色感がやっぱり強まっちゃうので、あの、普段着ない方は私の色の方が挑戦しやすいと思います。あんまりここ肌と同化するので、透け感がそこまで黒より気にならないので、意外と私の色を進めあったりしますが、でも黒は定番で使えるとは思います。で、はなちゃんの着ているカーディガンは品番が、はい、うわっ、あれ、これは品番がない、どうしよう、品番がない、品番がない、あ、赤字、ほら、あんまりない、ないの、あ、ないわ。でこれもね、はなちゃんとライブしたんですよ。あ、そうそう、ひろみさんとか言ってくれてる。はなちゃんのカード C5669 で販売済み商品です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、あとこれはガチガチなのってつもあったんですけど、これのグレージョーが違いしました。こちらで、グレージョー着てほしいってあったらできます。お願いします。春になったらジャンスカウンセルが絶対可愛いんです。着てほしい、可愛いね。あ、かわいいね、めっちゃかわいい。相性がいいですね、やっぱりこのものとこのものがこのものこのもの、ジャンスカじゃないんですけど、次のサーペット私着てもらおうかな、はい、みーちゃんのニット今日の新作ですか？そうです、そうです、次の次、うん、一番最後の紹介になります。もう間もなく、もうちょっとだけお待ちくださいね。あきこさんの花柄ワンピに合わせると可愛くなりすぎますか？かおさん、え、可愛くなりすぎることはないと思います。それこそ黒とかお色をね、あの、しみ色にしていただければ可愛くなりすぎることはないと思います。あの、上品な感じではなると思いますが、すごく素敵だと思いますよ。はなちゃんのパンツかわいいです。はい、
今から紹介していきますね。はい、じゃあグリア、およかったよかった。あ、ベスト合わせも、あ、めっちゃいいと思います。しかもあのみーちゃんも私も買ったね、あのニットベストがあるんですけど、あの逆にボーダーとか入れていただいてもこれは可愛い気がします。うん、ニットベストもいいですね。めちゃめちゃおしゃれだと思います。カラーパンツのピンクはまだありますか？お、あれかな、さっきみーちゃん合わせてた、うん、これ、うん、あ、それ今日再販ですよ。これ今日再販のようです。はい、品番はM-3392 でございます。はらちゃんのタートルエアボイン OK です。じゃあみーちゃんが帰ってきてくれたらエアボインしますね。シースルーのインナー探してたからちょうどいいな、ホーネストだけどいけそうですけど、もうみーちゃんがあのホーネストさんなので、はい、ぜひもうあの参考にしてみてください。私も多分ね、上半身はねホーネストやと思うんですよ。一緒ちゃうかなと思ってるんですけど、この辺特に、はい、なので私もあの参考にしていただけるんじゃないかなと思います。あ、前閉めていただきます。 OK です。かわいい、すごい。くわ、あ、てかディナー、あ、違う、忘れて、スカートって言ってはったみたいな、違うな、いや、これでやる、ここの、あ、それでか、はい、閉めたらこんな感じです。ハンサムな感じになります。かわいい、うん、はい、で、はい、次これ行きたいんですけど、その前に私はエアボインチェックしてくる。あ、うん、お願いします。ハンさんが紹介したミックスニットのグレー買いました。今日着てます。あと、モコモコリバーシブルジャンパーもゲットしましたよ。かわいいです。あ、ありがとうございます。実はライブしたやつですかね、モコモコリバーシブルは。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ね、可愛いですよね。この合わせがすごい可愛い。両方今日の新作でございます。で、これあのさっき黒のパンツで着てて、足長く見えるねってコメントいただいてたやつなんですけど、パンツとしても使えるし、これがねボタンで付き外しできるんですよ。で、こんな感じでサロペットとしても着ていただける。で、パンツとしても使えるっていう、もう2着分でこのお値段なのでめちゃくちゃお得だと思います。はい、すごいなんかセクシーだいぶしたちゃいますましたが、全然ちょっと待って、失礼ましょうか。いや、もう全然大丈夫、あの全然これでストレッチがすごく効いてるので大丈夫です、はい、ちょっと大丈夫です、もうあの大丈夫です、見んかったわ、すみません。みーちゃんの靴 I2350 ですか、ちょっと待ってください、調べます。もうね、これ弟教えとかからあるやつ、あ、これ2350じゃない、2350じゃないやつなんですけど、2350は S でもかなり大きかったです。はい、うん、あれ結構ね大きめだったと思います。そう、サイズが、あ、そうそうそう、ライブでも多分言ってくれてたと思うんですけど、割と大きめの作りなので、私はちょっと S でもブカブカでした。はい一生懸命さが伝わるって聞いてありがとうございます。こっちのピンクの感じがまた違うピンクだね、こっちのピンク好きだな、物は違う、うんちゃんのピン、あ、これか、そうですね、なんか両方くすみピンクではあるんですけど結構違いますね、両方くすみ大人ピンクっていう感じなんですけど、こっちの方が濃いめかな。はい、はい、よし、はい、正解。では皆さんお待たせしました。